今回の舞台は東京から約2000キロ、大阪から約1500キロ離れた沖縄県にある石垣島。美しい景色と自然に囲まれた沖縄ならではの暖かい気候に恵まれながら、新たな場所でリアルな恋を探す。エッグモデルの3人は石垣島へ上陸。3泊4日の旅の中で感動のストーリーが生まれる。頑張ります。気合い入れて。本当に分かんない。めっちゃ悪いなって思います。真剣だからこそ恋に悩む女子メンバー、笑いあり涙ありの恋愛リアリティショーが今始まる。果たしてここ石垣島でカップルは誕生するのか。今回男女が共にする石垣島のエッグハウスは、よいしょ。え、なんか綺麗なんだけど。え、すごい。よいしょ。え、すごい。え、めっちゃ綺麗よ。すごい。え、あのハンモック、うん、めっちゃよくない？え、すごい。めっちゃいい。でも楽しむしかないでしょ。やばい、これは。え、メンズどんなん来ると思う？え、どんなんだよ、全然予想つかない。確かわかんないけど、絶対ヤリラフィーがいることは確かヤリラフィーが確か絶対いるよね。イケメン来てほしいな、でも本当ほんまに、ね、え、どういう顔がいい？なんか見た目、見た目ガンちゃん、あー好きだよね。ガンちゃん仕方はい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 、どういう感じ？でも LDH 系がいい。あ、王子様、うん、王子様、私ジャニーズ系が好きだよ。王子様、でも中身はね、何、優しい人がいいよね。優しい、なんか包容力ある人じゃない。あ、え、なんか周り見れてる人がいい。うん、確かに。ベアベアすぎるのちょっとダメかもしれない。だからヤリラすぎず、落ち着きすぎずみたいな。なんかめっちゃヤリラかもよ。めっちゃヤリラかも。分からん、でもそれでもあの、分からんから、私前回それで無理だ思ってたけど好きになっちゃったから。よくあるとな。そうよ、1日目とか絶対無理とか思ってたの。そう、ね、うん、2日目で食いてた。え、変わった。マジでマジで変わった、びっくりした本当に。やば、ねえ、彼氏欲しいもん。間違いない。そのえ、どんぐらいな？2年ぐらい。ミスでも1年とか。ああ、私もうちょいで1年だ。本当か？本当かよ。欲しいよ。それは欲しいわ。ねえ、マジ欲しい。年上来てほしい。年上、いや、年上がいいよね。確かに、わかるよ。2、3個上がちょうどいいな、私。すっごい一気に LINE になるくらい。間違いない。指令じゃん。指令1、早速今回の男子メンバーと対面してもらいます。お家の近くのビーチで迎えましょう、だって。あそこってこと？あそこ、あれか。え、あれ、あれまで行くの？ちょ、遠くない？お家の近くでもない。逆に来てほしいんだけど、私でもない。はぁ、行こうか。これ楽しい。遠いな。ちょっと遠いな、これは。いや、頑張ろう。はい、これ頑張る。じゃあ、このサングラスしてこの格好すごい気取ってる感、やばくない？でなんかもうオーラやばいもん。やばい。ここなんかちょっと、カメラ来てるもん。やーい。一人だけなったよ。アイリ、ミリチャム、リセリの3人は運命の男子メンバーとの出会いへ。さあ、恋の始まりです。男子メンバー1人目の登場。There are times when every shred of hope is gone. You're not alone. I've been there. かっこいいじゃん。身長高くない？
静岡県から来ました21歳アンドリューです。よろしくお願いします。爽やか、素晴らしい。いいね、素晴らしい。キャスティング最高。で、身長いくつですか？84センチ。どんな子がタイプですか？笑顔が素敵な子がタイプです。ギャル素敵です。みんな素敵です。ギャル好きですか？ギャル好きです。よし、頑張ろう。2人目の男子は白ギャルどっち派ですか？両方いけるんですけど、やっぱり白の方です。ですよね。やった白。イエーイ。じゃあ黒も可愛いから。焼けるかもしれないし、リセリオ。頑張ってください。絶対焼けるこれ。最終日黒やから。お願いします。お願いします。最後の男子は。いいだね。ヤニラフィー。めっちゃ明るくない髪の毛。東京都から来ました。23歳。おちんちんコロコロ。小太郎です。あ、面白い。まあでもそこのキャラ。そうや。そうや。でも一人ぐらい可愛いなんか明るい人。この後男女6人は一体どんな恋をするのか。3泊4日のリアルガチ恋愛リアリティショー。君がする自慢話はね、時々耳に入らないの。嬉しそうな横顔、知らないよ自分の人生のリフレンス。この恋もきっと手探りのままで星が笑
い、ということで今回のモニタリングメンバーはママから生まれたママとキーリプと編集長です。イエーイ。キーちゃんたちが盛り上げてくれたおかげで今回は石垣に行けちゃいましたね。ズリーママさんも初登場だよね。もう初登場です。エグハはもう本当にお願いします。楽しくいつも見させてもらってるんですけど、でもももちゃん恋バナとか好きそうだから。確かに。そう、私なんか人の恋愛の話めっちゃ好きだから人の恋愛見てなんかめちゃくちゃ言ってます頑張ります。頑張ります。今回沖縄っていうことでね。はい、モチベがみんな高いですね。高いでしょう。どうですかこの6人は、発展しそう？いやでもやっぱり経験上ミリアが出てる回って波乱が絶対あるの。確かに、うん、確かに前回も大波乱だったからね。そうなんですよ。女の子とバトルが男に不満が出るかのどちらか絶対あるから、私はすげえ後半を飛ばしてみたいぐらい後半超気になって確かに。私は、まあ、やっぱ編集長なんで一緒に行かせてもらって、まあ、撮影もしてたんですけど、やばいやばい、マジで気づいたら涙出てた。え、なんで泣けるの？なんでって聞いちゃったよ。っていう展開があるから、はい、お楽しみください。待って、みんなだから最後まで見てね、はいはい、うわー楽しみだビーチから戻った6人はランチタイムへ。ウェルカム、いただきます。いただきます。これ一口でたまりにしてもらう。うまっ、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 アメリカンのやつ、うまい。朝なんか食べた？何も食ってない。何も食ってない。おいしい。初ご飯今日。おいしい。お腹すくうな。助かる。あ、できるやつ。めっちゃめっちゃ頑張れるじゃん。え？大丈夫そう？俺まだ緊張してるわ。緊張してやん。みんな緊張してます？うん？なんでそんな黙るの？ご飯食べる。うますぎて。そういうこと？うますぎて。これガブっていかれへんくらい持ってくれて。いや、え、でもさ、どんぐらいなの？ここ友達言ってたよ。え、でもえ、半年ぐらい。半年ぐらい。あ、そうなんだ。最近、割とでも、知ってるよ見たことある。え、ちょっと、あ、ちょっとね、ちょっと上がった、ちょっと上がった、燃えちゃったみたいな。今度上がった、ね、ちょっと燃えちゃって燃えちゃってたよ、ね、表現なるわ。申し訳なかったっす。なんか反省してるっす。ガチっす、ガチっす。だから大丈夫、反省してるから大丈夫。で、もう一回頑張ろうかなって思って来ました。おー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、楽しもう、いけるすいません気になる過去の恋愛話へ。今までどういうこと付き合ってきた？今までは、あ、まず元カノ何人？うん、知ってる。この間の俺二人だ。すごい。ニヤニヤしてるね、なんか。あの7人くらい。え？ああ。でも普通ぐらいじゃない？俺15人ぐらい。マジで？ガチです。一番年下なのに一番多い。さすが。いやでもぽいんだよね。ぽい。マジ？ぽい。マジで。え、マジか。逆に女性で、元カレ。私3人。待って、見て、勝つ。忘れてしまうんですよ。嘘でしょ。5、6人です。5、6人。アイリも5人。一番少ない。みんな少ないです。わかった。経験人数。エッグだから話せることよ。絶対やばいでしょ。え、絶対。俺、こっちやで、絶対。それは。そう、経験人数何人だろう。もう覚えてないの。90ぐらい。ガチか。びっくりしたけど。90ぐらい。80から90ぐらい。
ああ。引いて持てるよ、女の子。まあまあまあ、素を出していくからね。最後に言ったから。一番いいよ。え、何ですか、アート。自分は二桁いってないですね。でも二桁いけそうには。いきそう。なん。まあ、いきそうくらいです。二桁いきそうくらいです。真面目だ。そう、今よ。意外と。え、じゃあ。ちょっと待って、私もおかしいのかもしれん。どっからが真面目？意外と真面目な方だと。そうだよね。そうなの？そうそう。だからね。で、でも一番え、あ、ほんまに。あんまりそんなんやけど。うん。40、50、40。うん、なんか俺逆に恥ずかしくなってきた。いやいやいや、いや逆に18で40もなかなかや。いやいやいや、でも男の子ってそんなもんだと思う。男ってそんなもんですよ、まだ。まあ、いやいやいや、俺はそれもえ、なんかレアだよね。やっぱり見てきた。やったやった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。美味しかった。めちゃめちゃでかかったね。あ、指令が来た。読みます。はい、はい、2年ぶりに復活、いよいよ始まったエッグ派。2年ぶりか。エッグ派シーズン3、今回のテーマはワンちゃん石垣ラブ。出せ。ちょっぴりちょっぴり素養の悪い。そこじゃないかな。漢字多え、俺。かわいい。そう、素行の悪い新人2人と甘いサマラブ経験者の姉さん、そしてちょっぴり素行の悪い男たち3人が集められたのは石垣島。今回も前回と同様、最後は男子からの告白してもらいます。あ、女の子の答えは3択で、私も好きならキス、気になってるならハグ、その気がないならごめんなさい。前回波乱を呼んだ最終日の夜の花火大会の代わりに、最後の女子からのアプローチとして、満天の星空の下、二人きりで話す星空トーク、ね、ロマンチックじゃん、というスペシャルツーショットも用意したので、こちらをお楽しみに。それでは皆さん、3泊4日の最高の夏の思い出と恋愛を楽しんでください。イエーイ、始まったね。なんか、だってもう2年も経ってるのか、びっくりなんだけど。楽しみですね。だよね、本当に何やるか分かんないから。とりあえず楽しくいきましょう。頑張ってね。第一印象で気になる相手は、顔的にタイプなのはミセリちゃん。ミセリ。はい。俺は第一印象、まあ、俺も今喋れてないから分からんけど、理性か。あ、一緒なんだ、そこは。気まずくなっちゃったり。まあね、そうだね、最初第一印象で言ったらチャム、お、うん、だったらなんか大人っぽかったからチャムがいいかな、最初の。うわ、理性とは普通の友達。もうほんまに今まではほんまにマジの友達で、多分お互いやけど恋愛感覚と全くなかったの。ああ、そうなんですよ。もうちょっとね、俺っちからね、ガンガンいけてたんで。そうなんだよな。あと2日、3日、3日しかないか。うん、3日になっちゃうし、ガンガンはそこから行こうか、こっから、うん。今のところ第一印象。何やろう。決まってる？ます？アンくん。私はアンくん。でも顔的にはだよね。だよね。ですよね。イケメン好きかよ。第一印象やっぱ見た目から入るじゃん、第一印象って。そう、なんかもう後ろから来た時に身長高い時点で、うん、そうわ、めっちゃかっこいいってこと。そう、振り向いた時間ウェーだ。3人とも声出た、声出た。いいじゃん、言ってたもん。なんか声出てしまった。え、なんかさ、取り合いとかだったら怖いねんけど。怖い。それを言ってて、こんなニコニコさ、話してんのにさ、あんくんみたいな。それを言っててなってん
のよ、私前回マジアンくんみたいな指令来た。ほんとだ。ここからはフリータイムになります。お女子から男子をサポって、はい、ツーショットトークをしてください。はい、はい、来ました女子から、はい、来ました女子からなんか今回は全員そしたらアン君やな。確かにやばいよね。あ、トイ君だって間を取ってね、アイディはなんか気使ったのかなと思う。しゃべっていい、うんうん、いや緊張するわ2人で。緊張するなんか、うん、みんなでおるときにあんまりしゃべってなかったなと思って。俺が、うんうん、でまだ緊張してるやろうから。めっちゃしてる。なんか同じ関西としてさ、うんうん、まだしゃべりやすいかなと思って呼び出した、うんうん、いやマジでなんかみんな、うん、なんか2人よりみんなでおるが俺緊張するから。あーそっか、しゃべりにくい、うん、私したっていうのもあるし。第一印象だよ。第一印象、まあ、ほんまに、まあ、みんな喋れてなかったから、うん、ほんまに第一印象やけど、うん、最初はリスリやった、うん、友達やの。そうそう、友達やの、うん、いや今まで喋ったが一番リスリのことがまだ分かる。あーそうやし、うん、って感じが。で逆に第一印象かな。まあ、あんみんなあんくん。そう、ガチやばいうん、関西同じやし、まあ、これから気になる人とかできたら相談しやすいと思う、うん、だから全然喋ってみて逆に俺も喋ったら、うんうん、じゃあ頑張ろう。半日頑張ろう。あと来てくれてありがとうございます。ありがとう。続いて呼ばれた男子は、おしゃしゃめっちゃ嬉しそう。わかりやすい。わかりやすいだろうな。そうだよね。はじめまして。はじめまして。はい、アン君は、はい、なんかあんまりいろんなとこ行かんと、はいはい、女子のとこおってくれてちょっと喋ったりもしてたから、はい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 、そう一番喋ったことないなと思って呼ばせてもらいました第一印象これリセリちゃんだった。え、マジですか、はい、結構白ギャル好きなんですよ。あそうす、え、嬉しい。マジですか。マジです、マジです。え、やった関西弁可愛いっすよ。マジですか。出てます。マジですか。なんか敬語やってあんま出てないって言われて、イントネーションみたいな発音が関西弁違う。確かに。第一印象誰だったんですか。え、一応、はい、ま、顔だけで言うと、はい、アン君。あ、はいはい、誰ですか。はい、で、ラインライブで知ってたんで、はい、あ、そうなんですか。でもなんかラインライブの枠やったから、はいはいはい、それで一応はい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 。だから一応知ってたんで、面白そうな人やなと思ってて顔で売るってよりもキャラで売ってたんで。あー、はい、なるほど。で今回もバンバン盛り上げて、うんうん、みんなで楽しめたらなと思ってます。そうですね、まだ1日目やし、そうっす、みんなが打ち解けてきたらもっと、はいはい、残すは両思いのこの2人。どうぞみたいなと思って思ってえ、第一印象はどんな感じだった。俺はここイケメンと思って。あ、身長とりあえず高いなと思った。あ、え、逆にどんな感じ。いや、俺も第一印象は、うん、チャム
が俺も良くて、うん、なんか大人っぽいなみたいな話さ、ね、なんか大人っぽい子が好きだから、うん、あなんか一人だけすごい大人っぽい子いるなそれで俺もそんな感じの第一印象ちょっと待って何を話したらいいか分かんなくないこれ逆に好きなその中身、うん、男のこれはこれだけは譲れないって中身うわぁ、何その目つき、うわうわ何酔っちゃうね。話してて苦じゃない人あが一番楽な人、うん、あんな気使わないす出せる人が一番いい。気使わないの、うん、でもやっぱ優しい人は好き。ああと気配りできる。ああ気配りねかな、大事だ気配りね、うん、そうだね。あと3日、うん、あるけどここからもっと男はガンガン盛り上げていくからえ、なんか男らしい楽しい思い出作ってこう。女も頑張りますお願いしますお願いします。ちょっと注意したくなっちゃうの。わかる。うわ、ミリア、照れ。めっちゃ照れてるじゃん。そして気になる次回のエグハは。はーい、おいしそう。盛り上がったんすか何カレー食べて待って、じゃあ、頑張ろう。はい、頑張ろう。俺応援してるからなあ。でも、黒ギャルとして黒ギャル持ってないんですか。なわけないやん。頑張ります。気合い入れてこの涙が、恋の行方を大きく変える。うわー、はい、どうしたの。はい、ね、え、君はそっか、全部知ってるから。そうですよ。うーわ、待って、泣く泣きだよ、アイリは。まあでも、アイリが泣くってことはもう混乱してるんだろうね、どうしようもないっていうか。そんな泣くほどなんかあったってことは揉めた。え、普通そこ、だって普通だったらエグハってキュンキュンする場所だからね、うん、泣く場所じゃないからね。いや、もうこれはもうね、映画よ。映画？映画、なんなら泣ける映画。え、楽しみ。楽しみにしててください。楽しみです。もう見たいもん、次。え、早く見たいじゃあ、次回もお楽しみにしててください。バイバイ。エグハシーズン3を最後まで見てくれてありがとうございます。もしエグハを気に入ってくれたら、コメント欄に感想やいいねを残してね。またチャンネル登録をして、次回のエグハをお見逃しなく。